なかなか痩せにくいよって方におすすめなメニューをまとめています。健康的に痩せるためや太りにくくするためには、週2回の運動、1週間で合計60分のエクササイズというのがおすすめです。今週あんまり運動してないなって方は、今回のような動画をまとめてやってください。毎日コツコツはできないよって方は、週に1回タートルフィットネスの動画を行う、全身使う、今回のようなまとめ動画を週に1回行う、その2回からスタートしてみてください。2ヶ月、3ヶ月を目安に引き締まった体が実感できると思います。頑張っていきましょう。30秒いきましょう。スタート。こういう感じです。この時に腰が反れてしまっていると、レッグレイズの時に腰に隙間ができてしまいます。こういう感じでお尻を締めて、腰に隙間ができないように腹筋を行うための練習です。グッと沈む、あと少しです。はい、 OK です。30秒ゆっくりいきましょう。腰痛い方は無理しないでください。それではいきます。スタート。ゆっくりね、こういう感じで足を動かしてください。徐々にね、おへそを上向ける感じです。この時に腰が丸くなる、骨盤が立ちますので、下腹ぽっこりの方もね、へこみやすくなります。少しです。はい、 OK です。ちょっと深呼吸をして2セット目いきましょう。ちょっと楽だよって方はね、上体を起こしたままでもいいです。2セット目いきましょう。スタート。こういう感じでね、状態を起こしたままでもいいです。ゆっくりね、腹筋の奥の方を使う感じです。腰を丸めながら、なかなかゆっくり動かすと辛いですよね。少しです。はい、 OK です。だんだんお腹が疲れてきますよね。ラストです。いきましょう。辛い方はスタート。寝てください。楽な方は起きてください。しっかりゆっくり動かすのがポイントです。早く動かしたいですよね。そこを我慢してゆっくりです。はい、OK です。あーかー、上体を起こして動きます。スタート。こういう感じで力を入れる、抜く、お尻をしっかり上げたままです。動く幅はこんぐらいでいいです。無理にこうやって起きなくてもいいです。頭軽い方は持ってても OK。はい、 OK です。中級は上体を動かさずに今の下半身を作って起きたままキープです。スマホ持ったままです。できれば息を長く吐いてください。それではいきます。スタート。お尻をしっかり締めて、お腹を縮めたままでキープです。頑張って、お腹はどんどん締めていくイメージ。はい、お尻を締めて、あと少し、 OK。 ふぅ、あったまってきましたね。ラストは足を浮かせたまま、膝パカッと開いて、この状態でキープ。足はブラーンと力抜いておきます。ちょっと25秒長いですが、最後頑張りましょう。それではいきます。スタート。息長く吐いて、お腹どんどん引っ込ませて、
かゆっくり交互に足を抱えてください。スタート。初めの10秒はゆっくりです。痛くない程度に。膝を抱えると腰が床につくと思うので、それで少しずつ腰を伸ばしてください。痛い方は無理しないように、お腹を少しへこましてですね、腰が伸びるのを感じてください。呼吸はリラックスです。はい、 OK です。次はあぐらを組んで腰をゆっくり丸めましょう。スタート。15秒したら足変えます。痛くないようにゆっくりしてください。呼吸はリラックスです。はい、反対です。痛い方はね、動きがちっちゃくてもいいです。ゆっくり動いてください。少しです。はい、 OK。次は足の裏を合わせてスマホ前を置いてゆっくり前かがみです。スタート。初めの10秒は痛くないところで動いてください。呼吸はリラックスです。手こなしっかり伸ばしていきましょう。徐々に腰を丸めて前かがみです。どうですか。はい、 OK。 足軽く広げてもらって、ちょっと体を前に倒して足ブラブラします。スタート。体をね、少し揺らしてもらって、こういう体の力を抜いてブラブラすることを筋力運動っていうんですが、これがすごくね、腰痛改善にいいです。骨盤も整いやすいです。ブラしてください。体の力を抜いて、楽ですよね、これは。意外とね、力抜いてください。よーし、 OK。 はい、今度は上向いた状態で片足抱えて、こういう感じで反時計回りです。これを15秒いきましょう。スタート。こういう感じで動かしてください。ちょっとあんまり動かさない方はね、ポキポキなるかもしれませんが、次第に慣れてきます。はい、反対です。しっかりね、抱えることで腰が伸びていきます。息止めないようにです。はい、 OK。 はい、今度は足を抱えて、少し足を引き寄せて、ブラ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 って感じでお尻と腰をストレッチします。いきましょう。スタート。ちょっとこっち目にね、足持っていくことで腰が楽に伸びます。腰がね、少し痛いよ、お尻痛いよって方もね、固まってますから、痛くない程度でね、少しずつ力抜きながら伸ばしてください。少しです。よーし、 OK。 で、今度は体操座りして、このままこういう感じで揺れていきます。あと2種目頑張って。スタート。こういう感じね、だいぶ腰が伸びてると思うので、腰をストレッチしながら腹筋を使います。無理にね、こう力入れず、腰丸めるだけです。少しです。頑張って。はい、 OK。 はい、だいぶ腰が丸くできてきてると思います。最後、腹筋です。できる方は
スマホ持ったまま下向いてゆっくり倒れてキープ、起きる、キープということを繰り返します。止まれないよって方はですね、片足を持ち上げて片足ついてこういう感じで足を変えながら行ってください。キープする時間は長い方がいいです。辛い方はその都度起きてください。いきましょう、最後です。スタート。ここでキープ、息を長く吐いて、ふう、たまに起きて、たまに腹筋を使って起きて、こんな感じです。とにかく腰を丸めたままです。頑張ったら少しです。辛い人は片足動かして、よっしゃ、行きましょう。それでは1分間頑張ってみましょう。行きます、スタート。こんな感じでね、スマホ見ながらの人は片手振って、あー辛い、さっきの説明で結構もう辛くなってる、やべえなこれ。さあこうやってね、手振りながら、できるだけ低い位置がいいです。これ週2回でいいです。頑張ってください。ちょっと1分長いんですけど、このね、硬くなってる部位がね、効いてる部位なんで、前ももばっかり効いてるって方はもうちょっとつま先開いてね、ももの裏触りながらどこが効いてるかなってやってみてください。はあ、きつい、もも裏つりそう。あとちょっとです。後ろの方で腕を回すとね、背中も鍛えられますんで、あー効く、オッケー、あー叩いて叩いて、皆さん叩いて、あともう一回頑張りましょう。よっしゃ、さあちょっとね、休憩時間短いかもしれませんが、ちょっとね頑張って週2回なんで追い込んでいきましょう。さあ行きます、ラスト、スタート。もしね、もう耐えられないよって方はね、ちょっと位置をね上げてください。こうやってこういう感じで使う部位がね変わるだけで全然余裕ですので、やはりこのステッキングポイントはね、もうかなり辛いと思います。ここでね、耐えれる方は頑張ってください。かあ、もも裏にすごい効く、かこれね、家で一人でやってるならいいですけど、急に人に見られたらびっくりですよね。動画見ながらノリノリみたいな、いやーいやーきつい、もも裏がつりそう。あでもね、これ1分頑張ることでね結構効きますんで、まあ、辛くてもね、位置変えてもねいいので、あと少しですよ。うおっくっかっかっかっ、 OK、 ガーももの裏がね、すごく痛くなってると思います。もちろん前ももも痛くなってると思います。ちょっと今からストレッチを少しだけしましょう。今ね、もも裏しっかり使ったんで、ちょっと軽く足開いてもらって、できればつま先しっかり上げて、体をね、遠くに持っていく感じで、こういう感じでね、動いてください。これをね、最後、30秒だけやっていきましょう。それではいきます。スタート。こういう感じでね、つま先しっかり上げて、遠くに持ってってください、体を。ああ、こういう感じでね、この動きに慣れてきたらちょっと体倒してキープ、動きをだんだんちっちゃくしてください。最後前、 あと少しです。 OK、 それではいきます、スタート。これをね、40秒間キープです。もし膝がね、しっかり開ける方はしっかり開いて、内側になってしまう膝をしっかり開いてください。で、腰をしっかりつけてストレッチです。しっかりね、この膝
膝を開く感じ、お尻が上がらないように注意してください。それではこれでねキープです。股関節がねちょっとねグリグリ痛い感じがあるかもしれませんが OK です。次は片方足首持って引き寄せながら内ももを床につける感じで、こういう感じでね片方20秒、反対も20秒やっていきます。これを足首持ってください。いきましょう、スタート。こういう感じでね内ももを床につける感じで伸ばします。お尻上がらないようにしてください。少しで反対です。はい、反対側です。実は股関節って股関節を伸ばすんじゃなくて周りの筋肉をね伸ばさないといけないんです。そうするとしっかり可動域が広がってきます。もう少しですね。よし、 OK です。はい、今度は片足伸ばして足首を持って、もし膝が少し曲がっちゃうって方はできるだけ手前に押してください。膝しっかり伸ばせる方は伸ばして足首を動かして伸ばしていきます。20秒ずつです。スタート。これつま先上げるとね結構裏側がすごい伸びますよね。腰をしっかりつけてください。しっかりつま先を起こして足痩せにも効果的です。もう一人で反対です。はい、反対いきましょう。しっかり伸ばしてください。だけ引き寄せてください。反対の手でね膝を押さえてもいいです。しっかり腰とねもも裏が伸びていると思います。はい、 OK です。今度は替え足で股関節をしっかり開いてストレッチします。膝の後ろに足が来るように広げてください。しっかり前かがみになって開いて、こっから一気に手で床を押して腰に手を当ててキープ。これめちゃくちゃ辛いのでたまに前に降りてもいいです。でもできるだけ膝をはじめに開いて一気に起きます。いきましょう、スタート。これがねめちゃくちゃ辛いと思います。自分はよくやるんでねこういう感じでねキープできますが、だいたい皆さんも多分ねこんぐらいかなって思います。しっかりねこのストレッチ大切なんで頑張ってください。足首がね内に入らないようにしっかり開いて、これでキープ。できれば腰を丸める。うわー結構辛いですねこれね。叩くとね結構楽なんですよ。こういう感じで力が抜けてくれると思います。よし、はい、 OK。 ちょっとね痛いと思うので叩きましょう。最後はですね四股ウェーブです。これが股関節周りしっかり鍛えられます。名前の通りお相撲さんの四股を踏みます。四股踏んだ状態でこういう感じで波のようにね揺れます。これ40秒辛いんで、辛くなったらこれ手ついてもいいです。これでねこういう感じで揺れてもいいです。 できる方は中腰の状態で揺れる。頑張りましょう。それではいきます、スタート。こういう感じでね股関節をストレッチしながら周りの筋肉を鍛えていきます。うー結構ねこれね内ももとか内転筋ハムストリングがね結構鍛えられてね結構辛いんですよこれ。あー辛くなってきた。あとまだ結構あるのこれ。こういう感じでねあんま力入れると辛くなるんでね、ちょっとリラックスしながら入れる感じはいいです。あとちょっとです。はい、 OK。 ダハッ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 。うおー